サピックス6年生7月の学習ののポイント算数です、えー、サピックスの6年生、7月の算数なんですけれども、まずは速さ、そして平面図形総合、そしてニュートン算というふうに、えー、勉強してから、えー、書き講習に入っていきます。えー、1回のね単元のっくりを見ていただければわかると思うんですけれども、速さ、 っていうだけで全部含んでるってことですね。なので1回分の扱う量が膨大です。平面図形にしても1回の授業で平面図形全部やっちゃうと、まあ、全部網羅することはできないんですけれども、まあ、3回目の、ね、ニュートン山は、えー、そんなにバリエーションが多くないのでこの1回の授業でほぼ全部のパターン網羅してると思います。えー、というふうにね、ちょっと濃淡あるんですけども1回でやる分量が、えー、バリエーションがね、膨大だというのはどの単元も共通なんですよね。で、夏季講習に入ると夏季講習、一と夏通してやはりこれまでの算数全部やり 直すということで14回で、えー、これまでの勉強をねもう一回順繰りに全部やるっていうくくりになりますからやはり膨大なんですよねなので基本的には夏の間もねまあ7月からもそうなんですけども優先順位をしっかりつけるとつまり自分がどこが弱いのかってことでねあこれ僕弱いのここの部分ちょっと手薄だったなとかいう部分はしっかりやるとでこれはもう結構できるっていう自信がある。 結構確信があるっていう場合は、そのあたりはちょっと手を抜くというかね、えー、こういった濃淡を自分でしっかりつけると。で、親御さんもね、やはり親御ができる手伝いといえば、えー、テストを見てね、えー、テストから分かる、客観的に分かる、数字から分かる手薄な部分と、それからできている部分、これをね、しっかり冷静に分析してから夏期講習に臨むというふうに、えー、ちょっとね、準備が大変なんですけれども、6年生の夏、受験の天皇山です、えー。やはりね、しっかり準備をして臨みたいですよね。安くなっていきますけれども、頑張っていきましょう。 サピックス六年生七月の学習のポイント国語です。サピックスの六年生七月の国語なんですけれども、まず物,物語文を使って読解なんですけれども、これこの10。 8回ですね、えー。とても大事なのは物語文の選択肢ですよね。この誤りの選択肢の中にはどんな種類のものがあるのかっていうのを詳しく学んでいくんですよね。例えば人物の誤りであるとか程度の誤りであるとか時間の流れの誤りであるとか、えー、普通に一般常識で考えれば正しいんだけどこの問題の答えとしては 誤誤りりななんじゃいいいいかとかととここここういったいいいくくくつつものこの誤りの種類類でですすよよねねれれをにに分しして詳非常大事実際に問題を解きながら、これは因果関係が違うんだなとか、人物について言ってることが違うなとかいうふうなことを学んでいくことで、自分で、ね、問題を解いているときに自然とね、あこれち因果関係ずれてるとか、あるいは時間の流れおかしいぞとかいうふうに見るポイントですよね、これが分かってくるということで、この18回の授業を、ね、非常に大事にしていただきたいと思います。で、えー 19回は論説文ですよね。論説文の代表的な、ね、読み方、これもやはり目のつけどころ、ポイントを3つに分けて解説していくと。具体的に、ね、え使える読解法っていうのを、やはり6年生になるとね、使わないと解けない問題が多いですから、読んでね、内容が分かる、意味が分かる、ストーリーが分かるだけでは解けなくなってきているので、こういった、ね、読解法っていうのを実際に使うと。 分かるだけじゃなくてね、自分で読んで問題を解くときに使うっていうことね、意識的に行う練習ですよね。で、これで授業でできるようになれば、テストでもなんとか行かせてくるということですよねえ。授業で使えないものはテストでも絶対使えないですよね。なので、しっかりまず授業で使うということを練習する時間になりますので、この7月のね、2回の授業は大事にしていただきたいと思います。で、夏期講習に入ると、これは全科目共通なんですけれども、復習のサイクルがね、やっぱり週あたり、え普段の2、3倍になります。学校がないとはいえ、とは、 日数もそれから拘束時間も長いですよねどうやって復習を回していくのかっていうのがポイントになりますよね是非この、えー、復習のね、えー、サイクルが忙しくなるっていうことをまずね前提として知っておいた、えー、状態で臨むということをね、えー、していただければと思いますサピックス6年生7月の学習のポイント理科です、えー、サピックス6年生の7月の理科なんですけれどもまずは天気の学習ですよねそれから、えー、妖怪度 そしてて、えー、の運動をやってから夏季講習に入っていくと、まあ、書き講習でもねもう平常の授業の続きみたいなもんなんですけども1回に扱うのがね今も言ったように1回で天気全部とかあるいは1回でもの運動全部というふうな、えー、学習の仕方なので結構膨大ですよねなので忙しいことには変わりないんですけれどもやはり夏季講習に入ると週あたりね、えー、3日4日と授業がありますからその分、えー、普段のね3週分とかを1週間の間にやらなくちゃいけないというふうになりますからかなり膨大で暴殺されがちですよね。 なので、このあたり気をつけていただきたいんですよね。で具体的にこの科目の内容でね、えー、今回で言うと、天気の変化、やはりね、えー、暗記分野とはいえ、しっかり理解した上でストーリー的に覚えていくということが、今まで、ね、ちょっとできてないっていうんであれば、この夏休みの前、しっかりね、押、え、さ、ー、えておいていただきたいんですよね。例えば、日本の四季の天気であれば、えー、春、移動性高気圧ですよね、あったかくなって大陸の方からどんどん高気圧が順繰りにやってくる、それとそれの間は気圧の足りって言って、天気が悪いんですよ。 で、三、え、寒、ー、四温って言われる通り、天気が良くなったり悪くなったり、周期的に天気が、えー、崩れたり良くなったりすると。こういったその因果関係をもとにね、えー、覚えておく。で、夏が近づいてくると太平洋高気圧が張り出してきて、梅雨前線、つまり雲ですよね。冷たい空気と暖かい空気の境目にできている雲が日本を覆うようになりますよ。で、えー、それを過ぎて、さらに太平洋高気圧が強くなると、えー、押し上げられて、日本全体が高気圧、つまり、えー、暖かい暖気ですよね。これに覆われますよと。 こういった順番でね、ストーリーのように理解していって覚えていくということを心がけていただければと思います。これ一時が万事全部なんですよねあの。一年の天気の変化もそうだし、風の吹き方一つにしてもね、えー、風が吹くというのはやはり、えー、太陽の光が当たったときに、その熱で陸地の方が温まりやすいと、えー、陸地の空気が熱せられて膨張して上に上がると、そこに海から風が流れ込んで風が吹くっていう、この ストーリーリですよねこれを自分でね、ストーリーのようにこうやって、えー、人に、えー、告げられるようにといった感じでね、イメージで勉強していただければと思います。で、えー、妖怪度、これは、えー、小数第3位、第4位までの計算、バンバン出てきますよね。計算、やり方は合ってるんだけども、計算が合わないっていうふうなことをよく、えー、耳にします。で、僕、お子さんたちに、ね、よく言うのは、この問題1問とっきりまで君はマシンになるんだよと、もうこれから数分間人間やめてマシンになったつもりで、 計算してごらんと。いうことで、えー、マインドセットですよね。じゃあ集中していくよ。用意ドンというふうにやると、結構計算、最後まで集中できて合うんですよね。このちっちゃな成功体験を積み上げていくということで、やはりね、計算、あと,あと一歩というところの古来症ですよね。これをどんどん育てていく。これは受験に向けてね、6年生大事なことです。しっかりね、こういった機会に自分でね、育てていくようにしましょう。暑、え、く、ー、なってきますけれども、ぜひね、えー、体調を崩さず頑張っていきましょう。 サピックス6年生7月の学習のポイント社会ですサピックス6年生の7月の社会なんですけれども三、えー、回 世界地理に関する勉強をします。世界の地理、そして国際連合、そして国際社会の問題点ですよね。現代社会の問題点という学習をしてから、その上で各講習に臨むということですよね。各講習では今までの総復習をもう一遍総ざれしていくということになるんですけれども、このその直前の3回の授業、世界地理、非常に重要です。本来ね、中学受験では世界地理っていうのは範囲外です。でも、特に難関校なんかを受験する場合は、もう避けて通れないんですよね。例えば日本の貿易というようなテーマを考えたときに、 えー、輸出企業が円安で利益が上がって税収が増えたというのがニュースになってましたよね。でこれも例えば、えー、円安は輸出企業に有利、こういった暗記だけではもう、入試問題、何の役にも立たないんですよね。少なくとも自分の言葉で、円安とはどういうことなのかと。えー、円の値段がテレビの画面を見ていると、140円から150円、160円と上がってるのに、どうして円安なんだということをまず自分で説明できるのかと。 いうことで,すよ、ね、で円安だと輸出企業に有利っていうこの仕組みがしっかり自分で理解できて人に説明できるかと。 つまり、同じ1ドルのものを買うのに、えー、140円で買えるのか、160円出さなきゃいけないのか。そうすると、外国のものを買うのは不利だよね。これは輸入ですよね。逆に言うと、外国から見た場合の輸入。日本の製品を買う場合のことを考えると、同じ1ドルで140円のものしか買えなかったのに、160円のものが買えるって得だよね。どんどん輸入するよね。だから日本の製品がどんどん他国へ出ていくよね。こういう順番でね、ストーリーのように人に説明できるかどうか。 っていうところまでね、しっかり抑えて、入試にに役立つというレベルになるんですよね。ですので、この機会にね、えー、この3回の授業で、この国際社会が、えー、どういう問題を抱えてて、どこを抑えとかなくちゃいけないのかっていうのを、しっかりね、学んだ上で、夏講習に臨んでいただけると、夏講習の勉強がね、また同じことの、えー、反復もあると思うんですけれども、より充実すると思いますので、えー、しっかりと夏に備えていっていただければと思います。